ハラミちゃん、こんばんは。長井パパ、こんばんは。高則さん、こんばんは。キデッさん、おばんです。がっくん、こんばんは。マス先生、やっほー。いすずちゃん、こんばんは。くま太郎、おばんです。柔道さん、こんばんは。マクマクさん、こんばんは。タクタさん、こんばんは。やっほー。本日も始めてみました、りっちゃんルーム。頑張ってください。え、なんかみんなに言われてる。そう、すすきの。え、みんなさ、すすきのって言うやん。まあすすきのなんだけどさ、そこなんだっていうね。まあそこか。じゃあ違うのにするか。何がいいかね。アーシャの時のね、写真があるんだけど、まだ私の個人アーシャ、あの、公開されてないので。髪型なんだと思いますか、鈴木リオナ。あ、普通院かな。たまたまさん、はじめまして。たるさん、二度目まして。りっちゃんはお酒全く飲まない？そんなこともないよ。一人では全く飲まないけど、みんなとなら飲む。まあそんなにたくさんは飲まないけど。でもあれだね、なんて言うんですか、たしなむ程度ってやつだね、きっと。リオナはコーギーさん、初見です、ありがとう。ねえ、リオナ何番目かね。最近五反田にいましたよ。いました、いました。見かけたの。ポニーも好きです。普通におろしても好き。この前会った時ポニーだったもんね。夜勤中に無音で星だけ、ありがとう。せっかく日課の近く。でもブラック日課は苦手かも。あのハイボールは飲んだことない。まあストレートでも別に飲んだことないんですけど、あの以前ね、ポラライトになる前に働いていた居酒屋で提供してたのが日課だったんですけど、ちょっとなんか匂いが苦手だなって思いながら提供していたので、おそらく私は苦手ですね。あ、コジ君、ストガさん行ってるんだ。今延長物販中なんだ。楽しんで。やっぱ一番お酒好きなのはあんちゃんですか。え、どうなんだろうね。あんまみんなのお酒事情わかんない。一緒に飲んだことはあるけど。うん、でもそうかもしれない。どうなのかだ。わかんない。みんなとそんなに飲んだことない。いや、あるけどない。なんかプライベートでは飲んだことない。え、あるか。何がプライベートなのか分かんないね。どうなんだろう。まあイメージ的にはあんちゃんだよね。テキテキさん、こんばんは。マサクルミさん、こんばんは。ハイボール予約飲めるようになった。え、そうなんだ。ハイボールなら飲めるのかな。そうだよね、ロックとかストレートで飲むよりは。ブラックニッカクリアとかスッキリして。え、そうなの。心のホームこと BH の安心感。え、どこだそれ。お酒の匂いだけで目、あ、弱い系ね。全然いいと思う。イシピー、こんばんは。濃いよね。結構バンドマンとか打ち上げ。あ、そうなんだ。バンドマン居酒屋多いんだ。全員二十歳超えたらみんなで乾杯ね。どうなんだろうね。ホニオンちゃんとか飲まなそうだけどね。あやちゃん意外と飲みそう。あ、ビッグハウスか。 BH って言ってんのか。自分でハイボール作ると割合数が濃くしすぎちゃうってこと。でもまああれはさ、
通常の濃さがいいくない？なんかわかんないけどさ、少ないと少ないでさ、ただの変な味の炭酸みたいな感じで嫌な気持ちになりそう。どうなの？ハイボールさ飲まないんだよね。飲めない、飲めなくもないけど。飲みきれない。来年北海道遠征とか、井筒さんメンバーの前で飲まない、未成年メンバーの前で飲まない。でも来年もし北海道行けたら全員成人しているのか、もしかして。え、そうなの？そうじゃん、もう19歳だよ、あの2人。そうなんだ。くまさんこんばんは。蛇口ひねる系の居酒屋さんだと聞いた。やばいね、そのさ、1が炭酸だとしたらさ、ちょっとなんか、ね、え、いるって感じ。え、やばい、キウイちゃん、やばいね。なんとかルームってカフェで濃いめのハイボール、え、混ぜてさ。そうなんだ、普通にお酒提供してるんだ。そりゃそうか。キョンシュさんこんばんは。なんていうもの、チタ、イチローズモルトのハイボール。いや、全然わかんない。飲むとしてもお茶ハイかレモンサワーですね。でもお茶ハイが多いかな、結局。よっぴ、お疲れ様です。焼酎派のものです。お、焼酎派なんだ。あるよ。行きたいんだよね、あのカラオケある方。どっちだっけ、2階カラオケある方にモナハちゃんいるとき行きたいっていう。1が炭酸です。ジョッキでウイスキー平均、やっぱ、まあでもウイスキーが一番太んないって言うからね、糖質低いんだっけ。でもやっぱいらないっしょ、その1の炭酸、何も感じないでしょ。ダイエット中なのでウーロンハイしか飲まないって。あ、そうなんだ。ダイエット中だけどウーロンハイは飲むんだね。まあまあまあお酒はね、好きな人はね、大事ですよね。アルコールは何でしたっけ、筋肉を分解させるのです。あの子歌うかね。ちなみに前の場所目はカラオケ。え、そうなの？あの歌って、え、でも歌ってくれそうだったけどな。麦焼酎の方がウイスキー。え、そうなんだ。え、じゃあさ、お茶杯いいかもね。何で割られてるか知らないけど。今日お客さんから会員もらったけどワイン飲めなくて困ってて。リオナもワイン飲めない、飲んだことない、あるけどない、あるけどなんか母から一口飲むって言われたことあるけど、あの、無理かもって思ったから、多分リオナワインは飲めないリオナ基本味のあるさ飲み物飲まないからさ、全然飲めない。元気くんこんばんは。日本酒よりワインの方が、え、そうなんだ。ワイン挑戦したことない、なんかちゃんと。ワインは違いわからない、ね、高いワインって高い味すんのかな。眠いけどりっちゃん配信待ってた。わ、ありがとう。味のない飲み物、え、そうそう、水ばっか飲んでるよな。白ワインだと癖なくて、あ、そうなの。白の方が飲みやすいんだ。赤ワインをさほんのちょぴっと飲んだことしかない。
真実さん、はじめまして。ポラライトというグループで活動しています、スノーブルー担当の鈴木リオナです。アルコールなんてさまたまでついてる。それはそうなんですよね。だからあまりね飲まないが、でもリオナお酒の席は好き系なので、あのみんなでね、みんなが飲んでる状況に存在してるのは好きなので、みんな楽しそうで嬉しいので、ですが、まあ自分もあんまり飲まないよっていう。赤も白もそんなにだけど、シャンパンいきます。シャンパン好きな人いた気がする。あんちゃんか。ケサランパサランさん、はじめまして。番外編さん、はじめまして。パラライト知ってますか。パラライトというグループで活動しています、スノーブルー担当鈴木リオナです。明日新宿ジルコ東京で20時45分からライブあります。タレヤン、こんばんは。楽しそうだし、ね、そう、割とね、みんな飲んでる状況は好きなんだけどね、それ楽しそうなの。そう、みんな一本ね、そうなの。それがね嬉しいというか、楽しそうな空間なのが楽しいみたいなスペシャルドリンクさん、はじめまして。スタートダッシュさん、はじめまして。ポラカフェにシャンパンがなくて安心しています。未成年メンバーいるんで、ポラライト。アイドルと一緒に飲めるオフイベ楽しかった。ポラはやんないと思うよ分かんないけど。疑惑の総合商社さん、はじめまして。うち王道なんで。そう思うと割と差し飲みみたいなのは、あ、でも人によるか。差し飲みできる関係値の人となら別にいいか。そもそもね、イベントとしてはねやらないと思います。まあバングラに出勤するメンバーがいればみたいな感じですね。バングラさん、行ってみたいんだよね。リオナ結局ライブが一番好き。あの、そうであってほしいなと思いますね。そう、でもね、初のカフェイベントが、10月6日日曜日にね、秋葉原であります。なんとメイドカフェということ、メイド服と私服で皆さんの前に現れるポラライトということで、初ですね。園原くん、こんばんは。今月もある。おお、確かに10月だよね。クリマスの北海道フェイベ行きたい。行けない。もう一回行くよ。は、待ってるね。グリーンモンスターさん、二度目まして。桃色スカッシュが飲めます。カフェイベントの3部取れたけど、取れてない批評が届きも、でもさ、それはそうだよ。だって席数少ないもん。そんな気にしなくていいんだよ。まあ気にしてるかわからないけど、それはそうですから。まあ好評だったらね、また次あるかもしれないから、あのチケット取れたよの方は、あのぜひあの楽しんでいただいて、 SNS にね、あのポラライト最高って載せていただけたら嬉しいなと思います。あそこ狭い、そうなの、狭いよね。コンパクトだよね、とってもね。まあでもね、初めてにはちょうどいいのではないでしょうか。僕は取れてないです。どんまいです。プレミアムチケットってやつよね。そうです、超プレミア。だって最善より少ないよ一部あたり3部取れた。わ、いるやん、リオナ嬉しい。鈴木リオナ1部と3部に存在していますので、ぜひね、会いに来てくれるよという方は鈴木リオナも構ってください。あ、でもワンちゃんね、あのお店の前に並んでいただければ、あの席が空き次第ご案内できるかもしれないので、ワンちゃんかけるのもありだと思います。りっちゃんと話せる？話せると思われる。元気くんが話してくれたら話せますね。
取れた番号はギリギリセーフ。お、じゃあゆうきちくんギリギリセーフ、ラッキーボーイだね。ケチャップで絵を描いていただくとして誰が天才的か楽しみ。天才的、うまいのは多分ゆきちゃんですね。で天才的なのは葵ちゃんかな。リオナの予想ちょっとわかんないけど。キングたい焼きさんこんばんは。大愛さんはじめまして。ブルーさんはじめまして。りちゃん村井さんどんな絵を描くんだろうな。どんな絵を描くんでしょうかね。描いたことないですね私オムライスに絵って。ブルーさんはじめまして。何描けばいいかわからないね。リアの特別好きなキャラクターとかいるわけじゃないから。わ、現金の準備ね大事ですね。いつもペイペイしてる方とかは要注意です。ね、書き慣れあるよね絶対。練習しようかな。りっちゃんの思うままに書いてもらう。うわ、何書こう。楽しみだね。なんかさ、もうあらゆる経験をさせていただいていて、ポラライトって嬉しいですね本当に。ブルーさんありがとう。イッシーこんばんは。というわけで今日のところは配信この辺りで終了したいなと思います。鈴木リオの今日は学校から帰ってきて部屋の片付けをとっても頑張りました。年末年始か、年末かと思うくらい大片付けしました。のでとってもいい環境で今暮らしています。明日は水曜日ということで明日を乗り越えれば折り返しですね。ぜひお仕事帰り学校終わりに新宿ジルコ東京に来てください。お待ちしています。そしてね今日から個人アーシャーが公開されております。メンバーがね一人一人公開されていくと思うので、いいねリポストフォローよろしくお願いします。ポラライトを一人でも多くの方の目に触れたいので見た方全員リポストお願いします。というわけでした。明日新宿ジルコ東京でお待ちしています。それでは以上本日のりっちゃんルームでした。バイバーイ。明日ジルコ。